ナイスクは出版制作、企業支援、スキー教室、テニス教室を行う日本の会社。1959年に設立されたオーストリアスキー教室を母体とし、現在はスキー教室やテニス教室の運営、単行本や雑誌の企画、制作、他企業の反則やコンサルティングなど、業務は多岐にわたる。ネイスグは 日本オーストリアインターナショナルスキーゲゼルシャフトの略で日本オーストリアスキー協会を意味する。編集プロダクションとして主に実用書を制作。スポーツ、カメラ、写真、ビジネス、旅行、レジャー、ペット、ダイエット、健康、手芸、趣味、文芸書、バラエティ、教育など多様なジャンルを扱う。特にスポーツ関連書は 前述したスポーツ学校での講習経験を活かし、制作における主要ジャンルとなっている。扱うスポーツは、野球、ゴルフ、サッカー、テニス、ヨガ、スキー、スノーボード、モーグル、ボディボード、スケボー、ハーフパイプ、インラインスケート、アイススケート、フィギュアスケート、ウォーキング、アメフト、フットサル、卓球、バレーボール、バスケットボール、水泳、ボクシング、 マラソン、チアリーディング、小学校体育、アスリートコーチング、総合格闘技、バドミントン、フラダンス、マラソン、筋トレ、対極拳、ボウリング、フラメンコなど幅広い。カメラ、写真関連の方面にも強く、カメラ専門店である、株式会社北村とタイアップし、紙面上でコンテストを開催するなどしている。テレビ CM、ラジオ CM、PR ビデオなど、 200タイトル以上の映像制作もしている。オーストリアスキー教室とは、ナイスクが運営するスキースクールである。ナイスクテニス教室とは、ナイスクが運営するテニススクールである。1972年に日本で初めてテニスキャンプを開催し、現在も千葉県、長野県などで年間約20回の宿泊型テニス教室を開催。約1万5000名。 延べ4万5千名が参加。1983年からは、共和発行麒麟株式会社と提携し、東北沢テニススクールを開校。延べ4万2千名が参加。技術書やルールブックの監修もしている。ありがとうございます。